前回のあらすじ。いつものごとく可愛いキャラを狙ってルーレットをヒット勝ちムチおじさん。なんだかんだ使えるアピールを動画内でするも裏では負けが続きまくる。果たしてそんなヘッドコ CF で VIP にたどり着くことはできるのか。皆さんどうもこんにちは。世界戦闘力500万だったのに気づいたら300万に下がってたスラヤロです。何やったらそんなに下がるんだよ。こんなことですね。はぁ、この後容赦なくジャンプ上がりかられて死にました。自業自得なんだよな。さすがノン、いつまで経ってもVIPいけないのでまともにやってください。次は勝つ。相手はヒットレか？とりあえずガン攻めして距離取られないようにしよう。崖待ちされるとかなり辛そうだけど近づいたらこっちのもんだな。ダブルメテオで返さない？スラフープにヒットで自分だけ復帰。やるじゃん。まあ気持ちよくなろうとしたらたまたま帰れただけだけど、あのさ、相手もこの差を埋めるために積極的にメテオ狙ってきてるな。早期バーストされないようメテオだけは食らいたくないな。まあメテオはそんなにパンパン決まるもんじゃないし大丈夫でしょ。まあ警戒だけはして、チーンチーン。だから言ったんだよな。ほぼイーブンになっちゃったじゃないか。まあそれならまだ正気あるだけマシだぜ。見どころ欲しいから膝かファルコンパンチで決めたいな。膝はいいけどファルコンパンチは狙うな。そこでボール出すのは甘い。いい感じに決まりそうだったから言い切りました。ごめんなさい。謝罪するぐらいなら最初から言うな。さすが CF だ。次はマリオカー。さすがにちょいきつかな。マリオといえば最近マリオカートツアーってのが配信されたな。すごい話題だから私もやってみようと思ったんだけど、気づいたら2日経ってました。なんでそうなるんだよ。スタートダッシュに乗り遅れたらやる気なくなるタイプなのでもうやる気はないです。ハーツ使え。一時期は動画にして再生数稼ぐというこつい考えもしてたんだけどね。そんなことばっかり考えてるからだぞ。まあ実況に戻るとしてほとんどイーブンな感じだね。こっちはグーエヌ膝とかグー下膝狙っていきたいパーセントだな。マリオはガーキャン行動めっちゃ強いから迂闊な差し込みもできないからきつい。ニーハオがかなり強いよな。この崖上がりちょっとまずいかも。攻撃が軽くて助かったな。よしこれでなんとか復帰してー。その場読み空後するも掴まれる。やればガチャしろよ。私、決められた時以外ればガチャしないんで。なんかドヤ顔ってつきそうな喋り方うざいからやめろ。バナンなキャラ同士で相手に先行されるのはかなりまずいな。とりあえずこっちもバーストしないとひたすらパーセント稼がれるしな。そうは言ってもそれができないのがバナンキャラなんだよね。最終手段は上投げとか抱きつきになるのかな。空後とか復帰阻止でもう少し早めに決めたいところではある。結局脱出することになったわ。アホくさ、この 83% の差をどう埋めるんだよ。ほんの少しだけダメージ与えたら逆転の兆しが見えるはず。はぁ、でも私はこの人の歩く手を見抜いてる。それはダウンさせたら浮き転がりが多いこと。自分のすぐ近くでダウンさせることができたら。そんな低パーセントじゃ横スマでも死なんぞ。そのためのファルコンパンチ大逆転時もキー。ファルコンパンチをしっかりと有効的に使うのやるじゃん。同じ行動ばっかりはやめようね。またおじさんか。おじさんといえば霊夢の使ってるキャラもただのおじさんだろ。いやただのおじさんではない。大河のおじは壊されないように要注意。そうは言っても壊されるときは壊されるので諦めましょう。ガノンは自称より相手上スマ横スマしてや勝てる。ガノン使いに怒られるからやめようねーとか言って使用率かなり上位だったりする。やっぱりおじさんは正義だわ。って言ってもこの振り状況きついな。油断してたらすぐ吹っ飛ばされちまいそうだぜ。あーそれはやったこいつ殺すわ。乗るな霊夢、戻れ。敗北者。いや撃ってないし古いわ。とりあえず煽ったからには動画的にも負けるわけにはいかない。煽ったやつを返り討ちにするのは動画映えするからね。そんなこと言っといて顔真っ赤だったんでしょ。動画ネタにできると思ってずっとニヤニヤしてました。浮気も。とりあえず 0% で追いついたからこのままいけそう。さっきみたいにスマッシュで壊されないようにな。ここに手から動くようにするよ。よしコンボに繋げてー。最後に空上からの膝はミス。あれ、相手回避したぞ。はははは、は残念だったな。炎上するからやめろ。さすが CF。 うわ相手はさっき見立てされたゾロリじゃん。またボコボコにされちゃうのか。対ゾロリきついんだよな。なんとか対策をこの試合中に見つけたいところだな。 DA と上スマとクーエヌ警戒でガード固めるのはありかな。クーエヌで適当に稼げておいしい。まあ問題はバースト砲だよな。やっぱり膝でも狙っていくべきなのかな。
シタスマ強くない？まさかこれシタスマぶっ飛でいけるんじゃ。やめろ。よし、崖展開。空母とかでジャンプ読みしつつ崖展開を維持。ワンチャンで膝でも狙うか。狙い方がアホ。もう考えるのだ。ルイシシタスマぶっ飛でいいかな。本当に強く見えてくるからやめろよ。ちょっと検証するか。どう検証するんだ。とりあえずパーセント稼いで、あとはシタスマぶっ飛するだけ。それで勝てたらシタスマ最強が証明される。検証内容が頭悪すぎて草生える。ほらシタスマくらいよ。マジでシタスマ強いやんけ。次もシタスマぶっ飛するか。これは配信してたらスナイプしてきたジャックさんです。知り合いであろうと遠慮しません。シタスマで破壊していきましょう。大月光側 CF どうなんだろうな。コブとかじゃない？そんなに辛く感じないし。コンボ耐性ないから CF 暮らそうと思ったけどそうでもないんだな。ガードしてたらなんとかなるからね。まあ適当にパーセント貯めたらシタスマとなせばいける。いい感じのパーセントかな。はい、ここシタスマホールド。ちょっと強くてきた。ニスト目も同じことしていこう。多分シタスマここまで打つ CF が珍しすぎて対処できてないんだろうな。対処できてなくても遠慮せずぶっ飛ばして、対処されそうになったら戦闘力稼ぐために逃げよう。発想がゴミすぎて笑う。よし、百裂でごまかす。百裂もなかなか強いよな。結構ピンチかも。復帰を甘えて撃つ。まあ 40% のアドあるからいけそうかな。油断してボコボコにされそう。相手だから油断はしない。わら、しかもビッグかかってるからねこれ。まあ慎重にやってくれ。よし、百裂で追い出す。適当に空母でプレッシャーかけといて。いや、どこまで行くんだよ。なんか適当に横スマ打っておこう。別編ミスか。とりあえず勝てたからオッケー。これでビップに行ったかな。これにてキャプテンファルコン、ビビプ達成です。いやー、なかなか時間かかったな。クッパジュニアより辛いとは思わなかったよ。というわけで今回はここまでのご視聴ありがとうございました。よければ次回も見てくれよな。それじゃあ次回の動画まで、さようなら。